はい、こんにちは。この動画のやり取りをご覧の皆様はお分かりだと思いますけども、今回はですね、稼ぎ方が紹介されました2つ。1つはですね、 Uber Eats なんですよね。 Uber Eats を稼いで、あ、違う、利用して稼ぐってことです。私の住んでる町にも Uber Eats の登録申込書ポスティングされました。で、登録しました。で、 Uber Eats のね、あの飲食店に料理を取りに行ってお客さんとかに運ぶっていう、その仕事ができるんですかね。ちょっと詳しく知りたいですね。ちょっとそっちの方もどうせ暇なんですし、やってみたいなって気持ちもあるんですよ。で、もう一つはそのキャッシュレス決済の申し込みですか。これでも儲けることができるんですよね。もちろんこっちもね、やってみたいなと思います。今回2つの稼ぎ方をご紹介いただいたんで、私やってみようかなという気持ちがあるんで、またお知らせいただければ幸いです。ということで、これは私本心を言ったんですけども、今回ですね、しのきくんは情報価値を私に与えてくれました。私に対して情報価値を与えるっていうのは、うん、当然ね、そんな難しいことじゃないんですけども、ただね、あんまり気づいてないんですよ、多くの方は。久保さんだったらもう知ってるでしょっていう先入観があるんですけども、そんなことないですからね。私がつかめない情報をつかんでる可能性は大いにあります。今回 Uber Eats の件とキャッシュレス決済の2つの面ですけども、軽く知ってたんですけども、こうやってね、親しい人から話されると、あ、ちょっと教えてくんないって形になるんですよ。サイト上で見たときは、まあ後で見ようかなっていうふうな軽い気持ちだったんですけども、こうやって動画と比べるとね、行動してみようかなって気持ちになるんですよ。皆さんもそういうことあるんじゃないですかね。さあ、ということなんで、キャッシュレス決済と Uber Eats の件、私の方にね、何かの形で情報提供してくだされば、参加したい気持ちはしっかりあります。よろしくお願いします。で、今回の動画は以上です。